大谷翔平のスイーパーは法律で禁じるべき。 MLB ネットワークが選出、大谷と千賀の魔球が驚愕変化球のトップ5に。カージナルスなどでプレイしたゼイビア、スクラップス氏が独自のランキングを紹介するコーナーで、今回はえげつない球を投げる投手5人を発表した。4位に大谷のスイーパーがランクイン。今年彼はこの球の使用頻度を上げている、それは結果がえげつないからだと紹介し、この球の横切り法ときたらこれは法律で禁じるべきだねと鋭い曲がりに驚愕した。3位には千賀のフォークがランクイン。日本ではお化けフォークとして知られた宝刀はムルブでもゴーストフォークとして浸透。5位は 44.3% と高い空振り率を誇るデビッド・ベドナー・パイレーツの直球、2位は同 49.2% のアレクシス・ディアス・レッツのスライダー、1位は24球を投じて被安打0のヤニエル・カノー・オリオールズのチェンジアップがランクインした。この球もゴーストスイーパーと呼ぼう。落合博満も今の大谷と対戦するならって聞かれて、あのスライダーはエグ限る、マジマンジってコメントしてた。メジャーで一番の魔球といえばブルワーズのデビン・ウィリアムスが投げるエアベンダーだろ。 WBC でも決勝で日本相手に最後に投げて村上と岡本が連続三振した。あれスライダー回転なのに逆方向に曲がって落ちるという全く意味がわからない魔球。スライダーだけでも6種類も使い分けてるとトラウトが言ってたな。遠目に見ても曲がってる、バッターからしたら相当だろうな。藤浪晋太郎の大リーグボール、野茂のトルネードフォーク、佐々木朗希のナイアガラフォーク、宇田川のガチギレストレート、藤浪のスナイパーも超強力だぞ。